ヒラノショウ、ボーグジャパン、表紙でワイルドな色気爆発。ティファニー・ゴドイが語る彼の魅力とは、ヒラノショウが着こなす、ファレル・ウィリアムスとの豪華コラボ、ボーグジャパン。2024年8月号の、ボーグジャパンでは、特集テーマとして、ゲームチェンジャーが掲げられ、その表紙を飾ったのがヒラノショウでした。この選出に深く関与したのは、編集長のティファニー・ゴドイであり、 彼女は平野翔の魅力について熱心に語っています。彼女の視点から見た平野は、単なるスターではなく、挑戦し続ける姿勢や内面から溢れ出る魅力が際立つ人物であり、その選出には深い理由がありました。彼との初対面の際、ティファニーはすでにその独特のオーラを感じ取っていました。それは、予想外の状況で起こった出来事によるものでした。スタジオに向かう途中、車が止まり、 そこから降りてきたた。のが平野でした金髪の彼がフレンドリーに声をかけた瞬間、ティファニーは彼に強く惹かれたといいます。彼の存在感は、ただの若い俳優やアーティストとは異なるものがあり、その魅力を彼女は一瞬で理解したのです。その後の表紙撮影も、ティファニーにとって平野章のさらなる魅力を確認する場となりました。今回のテーマは、ワイルドな西部をイメージしたものであり、青空の下。 アーバン・カウボーイを演じる平野の姿が強く印象に残りました。星草の山に横たわり、無邪気な表情を見せる彼は、まるで少年のような純粋さを持ちながらも、大人の男としての風格を感じさせます。この撮影では、ルイ・ヴィトンの2024年秋冬メンズコレクションが使用されており、デザインを手掛けたファレル・ウィリアムスとのコラボレーションもまた特別な意味を持ちました。ファレルは、 音楽業界で成功を収めたシンガーソングライターから、今や世界的なブランドのデザイナーとして新たな一面を見せています。その革新的なスタイルは、平野翔の持つフレッシュさと見事に調和し、撮影現場は常にクリエイティブなエネルギーに満ちていました。平野翔は、エンターテインメント業界で急速に台頭してきたように見えますが、その背後には多くの挑戦がありました。彼のキャリアはまだ始まったばかりであり、 特に注目すべきは彼が所属するグループナンバーアンダーラインアイトの海外初ステージです。これはロサンゼルス郊外で開催された世界的な音楽フェス、コーチェラで実現しました。日本国内での人気に甘んじることなく、彼らは世界に向けてその音楽を発信し続けているのです。日本のエンターテインメント業界において、このような国際的な成功を収めることは非常にまれであり、 その大胆な挑戦は業界内外に大きなインパクトを与えました。コーチェラでのステージに立つ前、彼らは東京ドームでの4日間にわたる公演を成功させており、そのすべてがソルドアウトという結果に終わっています。特に楽曲、ゴートでは、観客全体が一体となり、会場中にゴートゴートという歓声が響き渡りました。このような瞬間は、 彼が海外でステージに立つ際にも脳裏に焼き付いていたことでしょう。平野翔のキャリアは、その挑戦と成長の軌跡が非常に興味深いです。彼は子どもの頃からエンターテインメントの世界に憧れ、歌やダンス、そして演技を学んできました。その努力が実を結び、今や日本国内外で広く知られる存在となっています。彼の成功の背景には、絶え間ぬ努力と周囲の支えがありますが、 何よりも彼自身の情熱ととと挑戦心が大きなな要素となっていることは明白です。彼は失敗を恐れず、常に新たな目標に向かって挑戦し続ける姿勢を持ち続けています。それこそが彼を他のアーティストと一線を画す理由であり、多くの人々にインスピレーションを与えているゆえんです。今回の「ボー g ジャパンの特集では、エンターテインメント業界だけでなく、スポーツ界からも、ゲームチェンジャー、 とししてて取り上げられる人物たちが登場しています特にパリオリンピックに向けて準備を進めている日本のアスリートたちの姿がフィーチャーされておりその中でも松田氏のサーフィンやアベウタ柔道といった選手たちが強く取り上げられています彼らの決意と日々の努力は世界の舞台で輝くためのものでありその挑戦は私たちにも大きな感動を与えますこれらのアスリートたちは オリンピックという大舞台で自分たちの能力を最大限に発揮しようとしていますが、その過程で見せる姿勢や意志の強さは、スポーツを超えて多くの分野での成功に通じるものです。また、特集にはスポーツウェアを取り入れたファッション提案も含まれており、ストリートスタイルのミューズたちが着こなすスポーツウェアの魅力が紹介されています。特に、キャップやポロシャツといったアイテムが注目され、 日常のコーディネートに取り入れることでアクティブかつ洗練された印象を作り出せることが強調されています。さらに、ウェルネスをテーマにしたビューティー特集もあり、ヘルシーなライフスタイルを提案する内容が豊富です。これからの季節に向けて、心身ともに健康であることが求められる中で、セルフケアの重要性が強調され、多くの女性にとって役立つ情報が満載です。セルフラブという概念も大きく取り上げられており、 自己肯定感を高めるための方法が紹介されています。特に日々のスキンケアやヘアケアといったルーティンを通じて自分自身を大切にする時間を持つことの重要性が強調されています。自己肯定感は外見だけでなく内面から自分を認めポジティブな感情を育むことで高まります。自分の好きなスタイルやファッションを楽しむことも自己表現の一環として自己肯定感を育む手助けとなります。 ファッションはただの装いではなく、自分自身を表現し、自信を持って生きるための重要なツールです。夏に向けたファッション特集では、ロンドンのストリートや美しい海辺で撮影された写真が紹介され、リラックスした雰囲気の中で都会に住む人々やアスリートたちがどのように日常の緊張を解放しているのかが描かれています。私たちの忙しい生活の中でも、こうしたリラックスする時間を持つことは非常に重要であり、 それが心ののの健康やクリエイティビティィビ源泉となるのです。どんなに忙しくても、自分自身をリフレッシュさせる時間を意識的に作ることが求められます。ティファニー・ゴドイが語るように、平野翔のような人物が表紙を飾ることで、彼の存在が多くの人々に影響を与え、インスピレーションを提供することができます。彼は単にルックスやパフォーマンスで注目を集めているだけではなく、 そののの内面ににあるる情熱や挑戦し続ける姿勢が、多くのファンととっっててロールルモデルとなっています。彼のような人物が登場することで、特に若い世代が自分自身の可能性を信じ、夢を追いかける勇気を持つことができるのです。平野翔の成功は、一見すると華やかな世界の中で輝いているように見えるかもしれませんが、その背後には多くの努力と苦労があり、彼の持つ不屈の精神がそれを支えています。 彼はまだ若く、これからも成長し続けることでしょう。その未来に期待を寄せるとともに、私たち自身も彼から学び、挑戦し続けることの大切さを忘れずにいたいものです。平野翔のキャリアは、その一つ一つの選択が積み重なって今の成功を築いていることを忘れてはなりません。彼の姿勢は、私たちが日々直面する困難に対しても、前向きに取り組むことの大切さを教えてくれます。